江東区在住芸人猫ひろしの気晴らんラジオ。時刻は21時を大きく回りました。もちさん、腕、はい、怪我したんですか、手のひら。どうしたんですか、どうしたんですか。ディレクターのもちさん、こうやって急にいつも振ってくるやつ、私言っててね、うん、あのその手を見たらね、あの絆創膏がバリバリと貼ってありまして、すっごい気になっちゃって。大丈夫ですか。私この間もう大転倒したんですよ、道路で。え、思いっきり転んでしまって、うん、もう両膝と肘と今手のひら。大丈夫。そうですね、確かにこれで見えますね。はい、隠しとこうと思ったのに恥ずかしい。いやなんかこう、なんか SOS サインなのかな。いや、はい、はい、要は最近ドラマ見てるから、そういうなんか、なあ、そうなんです。気づいてくれてありがとうございます。助けてくださいみたいな。大丈夫されてます。はい、自分で転びました。あ、よかったよかった、はい、じゃあ自業自得ということで。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。今マイクが分解されてしまった。はい、ハッピーニューイヤー。はい、大丈夫ですね。ゴールデンウィークは吉江さん、はい、どこか行きました。私はね、ちょっとね、うん、浅草花屋敷遊園地で、うん、海賊団っていうのをやってまして、うん、あと、ね、前回もほら、ゲスト呼んでいただきましたけど、しかもプロレス、お、ほんま、無事に終わりまして、うん、して、モッチーさんは手を怪我したかもしれないですけど。本当に無事に終わったんですか。吉田さん、なんか顔が、ちょっと、東京ドームで、ルイス・ネリーに殴られたとか。ネリーじゃないですよ。ネリーじゃなくて、これ、スカモプロレスでね。大丈夫、ね、安全第一だったんですけど、はい、プランチャーというね、クラッシャー、井上さん。上から降ってくるやつ、ね。降ってくるやつ。うん、それを受け止めるときにね、はい、ちょっと受け方失敗しちゃって、目が、はい、ちょっと青たんみたいになっちゃって。いや、生々しいよ。まあ今いろんな危険がね、潜んでますよ。ちょっとうんてうんてなっちゃう。本当にモッチーさんもね、はい、吉江さんも、もう今日怪我人かな。今度気をつけてください。うん、気をつけますんで。はい、今日怪我して休んでるのがチェリー吉武さんです。いや違う。逆に心配しちゃうじゃないですか。はい、じゃあ、育休ちゃん。あ、育休ですね。育休ちゃんだから安心してもらわないと。チェリーさんはね、今日は家で聞いてるということでね。パパは聞いてるかい。はい、聞いてますか。聞いてる。よろしくお願いします。二人で頑張っからね。僕はね、ゴールデンウィーク。どうしました。うん、行ってきましたよ。東京ドーム見ましたよ、うん、俺ツイッターで見ちゃう。阪神巨人戦。あ、そっちか。それもすごいけど、それもすごいけど、そっちか、そっちか。井上尚弥行ってきました。見ましたよ、 SNS。 はい、まあほぼね、モニター見てたんですけど。ああ、そうなんですね。遠かった。そうそう、まあ、ドームでね。一番安い席が1万円っていうね。ああ、そうなんだ。超満員でしたけども。ですよね。そう、ちょっとね、一番上の席取っていただいて。まあ、いいじゃないですか。一番上の方でしたけども。でもね、体のあれ。あ、まあ、しょっぱななんか、瞬間、見てるわけですもんね。そう、いきなり井上がね、いきなり井上選手がいきなり1ラウンドでね、うん、ボーンってネリのパンチ当たっちゃったんですよ。うん、東京ドームに悪夢がいるって言ってましたけど、あれ見た瞬間に、グってこう体に力入っちゃって、俺なんか胸痛くなっちゃって。そのぐらいやっぱり見てる人も緊張するんで。でやっぱりやっぱみんなね、うん、ちょっとビビったねって言って静まり返っちゃったんだから。なんか実言うとほらドームのボクシング大会って、うん、ほらマイク・タイソンが負けた時って言ってるんですよ、はい、だからその絶対王者が負けるもしかしたら、だから魔物が住んでるって。あって、そう今言ったじゃねえかよ。俺はそれは魔物か。そう今、うん、今魔物、ラジオ魔物がいたけど、そうでびっくりしたんだけど、うん、やっぱりそこはね、やっぱ井上選手違いますよ。井上潤。いや、そっち井上潤で、いや、隠し入れ大会置いといて違う。陽水？陽水、あ、陽水。そんなでも知らないんだって。違うから。さすが。さすがコメディーナンバーワン。いや、どうも、振られてきたかなと思うけども。いや。例えば全部昭和でありがとうございます。大阪と。あ、ほの作家。ほい、あ、ほい、いや。ありがとうございます。いや、置いといて井上さんの。ありがとうございます。軽快ですね、今日もね。いやいや、もういかんと、いかんと。寺田奈美恵さんみたいな。いや、言うじゃないよ。ライバル言うじゃない、ライバル。まあ、こっちライバル言うじゃないですよ。いや、だけど、すごい。だけど、体感できたっていいっすね、ドームのやつの瞬間はいいな。いや、本当にね、行ってよかった。モニターばっかり見てたけど、でも、うんうんうん、すごい。だって俺、井上選手がね、もう2ラウンドからすごくてさ、うん、で最後 KO で勝ったじゃん、うん、あの瞬間俺マジで普通に俺、うん、
席から立って俺ガッツポーズしてたからね。いや分かる気がする。そんなことなかなかないじゃないですか、大の46歳の大人が、ね、周り見たらみんなやってましたよ。本当にだから会場が一体になるってああいうことになるって鳥肌立っちゃって、はい、びっくりしちゃって、はい、やっぱああいう人がやっぱ大スターなんでね、と思えば大谷選手はその日2本ホームラン、すごいですよね。なんだかんだですごい、やっぱ大谷さんは、いやだから大谷さんもすごいし、上さんもすごい、すごいダブルで、そうで、もう1試合目が、うん、だからネリがさ、だからほら、なんかもしかして、うん、ね、過去違反とかしてるから、うん、まあね、そうですね、もしかしたらこれ体重超過とかで、いや試合やんないんじゃないかってことで、はあ、うん、一応こうその代わりの選手を連れてきたんですよね、うん、フィリピンとかから、ね、はい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 、でもその代わりの、うん、ネリがちゃんと体重合わせてきたから試合できることになったから、うん、だからネリの代わりの選手が逆に第1試合目で出たんですよ。あ、はいはい、で次が、ユーリ選手、うんうん、やって、うん、チャンピオンのユーリ選手が勝ちましたよね、うん、その大橋ジムの選手にスピードスターってやってる選手に勝って、はいはいはい、うん、で次が井上尚弥の選手の弟、うん、弟、そう、拓磨選手、拓磨さん、はい、最初1ラウンド目やばいかなと思ったけど、徐々に、うん、最初ポーンってちょっと、もらっちゃったんですよ、うんうんうん、だけどそこからどん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 こう軒並みこう動きが良くなっていって、うん、判定で勝って、勝ってで武井良樹K1 の時からずっと見て負けなしだよ、あの人も、てかあの人めちゃくちゃ人気ある、あった、お、あのね、なんかなんだ、 VTR も良かったし、なんかで、あの人なんかこう武骨っていうかさ、うんうん、いいじゃん、なんかで、なんだろう、足立区から来ました、そう、足立区ね、そうスターので、ね、なんかこうほら、ちょっと、ね、子供の頃あんまりこうなんて言うんだろう、ま、貧しいってちゃなんだけどさ、まあ、洋服じゃなくね、なんかね、そうで、自分の父親ジムにお母さんが通えって言って、うんうん、そこ そのキックボクシングジムのトレーナーさんが、うん、お父さんがあれになって住み込みで来いって、ああで、まあ、その人が一番前で、その人が誕生日で、その日で勝って、それをプレゼン、勝利のプレゼント、あら、まあ、いいドラマだ、そう、すっごい応援されてて、もう本当に手に汗握る攻防だった。あそこで勝つっていうのはやっぱり武井選手持ってるね。あ、でモニターで天心選手が映るわけですよ。あ、まあ、いい演出が、そう、その現場でいい、羨ましい、中谷選手とか映ったりとか、はい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 、だからもうフェザー、あのね、うん、フェザー級だっけ、あれな、あ、じゃないわ、バンダム、何級だ、バンダム級、うんうん、だから井上さん、だから井上、選手がお兄ちゃんがさ、うんうん、上がったから、うんうん、そこ空いてだから、うん、そこで統一チャンピオンだったで、うんうん、空いたじゃん、うん、でそこにだから中谷でしょ、日本人の、うんうんうん、強いよ中谷は強い。第2次のモンスターってやれて、井上とやりたいって言ってんだから、いつか で中谷がチャンピオンでしょ、ああそれから井上拓磨がチャンピオンでしょ、ああで同じジムの武井がまた取ったでしょ、取った、で同じジムに2人いるのチャンピオンが、はあ、日本人3人、はあ、でそこのところには、ああ、だから天心もいるし、あと昔あのチャンピオンだったあの比嘉選手、はあ、もういますからね、すごい安泰だ、すごいよこれ、すごいよ、でも、まあ、あとね、どこまで行くか分からないけど、辰吉さんの息子、辰吉選手の息子、漫画みたいだな、うん、そう、樹木や、あ、樹木選手か、ごめんなさい、そうそう、次男の樹木選手もいますし、面白いよ、いやじゃあそこ最後 ね、井上さんが勝って、ドカン、ドームドカン、楽しみ。でね、大橋会長もさ、なんかこうリップサービスかなんか分からないけど、次東京ドームやるんだったら、うん、天心も見に来てるから、うん、会見でなんかだから、うちのその武井に勝ったら井上とやってもいいねみたいな感じのことはリップサービスっていうかさ、あ、いや、夢あるじゃないですか、そうそうそう、夢ある大事ですよ。で天心選手もさ、うん、やっぱりこういい感じで天然だからさ、なんつやっぱでもそのぐらいふてぶしくなきゃいけないわけよ。やっぱりなんつんだろう、ネジが外れてる、ね、うんうん、やっぱりさ、なんつんだ、生意気って言われがちじゃん、うんうん、そのしかもさ、もう超エリートだからさ、ひがみの対象じゃないけど、うんうん、でもやっぱりすごいよね、うん、ああいうところでさ、ほら、うん、この間も朝倉未来さんとのなんかこう YouTube の対談みたいな朝倉未来がさ、シュートでさ、こう言ってくるじゃん、あ、はい、どうなん、井上選手に勝てんのみたいな、いや、それ勝つつもりで来てるし、3年後ぐらいにやりたいですみたいな。すごいこれ。でもやっぱりそのぐらいやないと、うん、やっぱりさ、まあね、確かにね、その猪木じゃないけどさ、うんうん、で盛り上がるし、うんうんうん、で本当に思ってると思うんだよね、うんうんうん、あの天心選手も、うん、だからこういい具合でネジ外れてるからいいよね、いいね、天心爛漫だよ、いいんだよ、うん、でもやっぱり井上強いからさ、
井上さんすごいね、まあ、まだまだ若いしね、30いくつもね。いや、いやでももうでも本人も言ってるけど、もうだからそのなんていうの、もうだから熟年期っていうか、そういうふうに思っ、あ、入ってらっしゃって後半戦って言ってるから、はあ、若くないよボクシングの31歳っていうのは。そうですね、でもらってるし。あ、まあ確かに。だけどそこはやっぱ井上尚弥だから。ああ、そう、こんな大スター、最初だから一発目ももらった時に、あの瞬間井上ってやっぱそのモンスターって言ってもやっぱ人の子なんだなって思った。はあ、びっくりしちゃってさ。うん、また結構か、まあ、勝ってよかったけど、まあ、なんだね、あのね、で2ラウンド目で井上が取り返したじゃん、うん、あれスローで見てみな、うん、最初ネリがこうパーンって顔の前に、うん、井上で、うん、井上がよけるわけよ、うん、スローで見たら、うん、井上まばたきしてないです、うん、目の前でパンチよけて、えマジまばたき一切して、普通人間だったらバーンってきて、まあね、まばたきするじゃん、まあ、だけどしてないの、うん、すごくない。だからなんか一つ一つ冷静にこうなんかスローとかで見るといろんなことが分かると思う、やっぱり。はあ、そう、まあ一言で天才って言うとさ、あれだけど、そう、どうなんだろうね、いろんな努力とかね、努力ってあると思うしさ、はあ、すごいよね、努力にもさ才能にゃして面白い、はあ、で、あのここのね、あの前の番組はゲストで来られて、健一郎さんだけ、ちょっと軽い階級だけど、うんうんうん、でも上げるって言ってる、上げるかもしれないしね。健一郎さんもそうだね、すごいよね。健一郎さんもだって今あの海外でもすごい評価高いから。そう、中谷の次に評価高いの、日本人の、日本人だと。すごいね。いや本当に世界チャンピオンのまんま、そのレベルすごいな、また。面白い。楽しみだね。見たいですね。いろいろこれから本当ね楽しみ。次9月って話出てます。あ、もう9月。ペース早いよね。すごいんだ。そう。ペース早い。こんなペース大丈夫で、選手生命とか大丈夫なんですかね。どうなんだろう、本人がでも言って、で次の選手も、うんうん、対戦の選手もリングに上がったから最後、うん、でその選手もだから無敗なんで、無敗で、だから今だから2団体で1位取ってる。でそこだからもうだから井上選手もだから強い選手としかやらないから、すごいね。それで守りに入るんだけどね、カメノコみたいになっちゃうからね。カメノコ、カメノコ見ている。カメタの。カメタの、そのカメカメ。そんな感じじゃないから。カメタ選手も素晴らしかったから。でもやっぱりちょっとさ、こうなんか少しこう、うんうん、ね、あったじゃん。なんかこう勝てる相手を選んでんじゃないのかみたいなことやれてたじゃん。井上選手それがないから。いや、ない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 。で勝ち方ももう KO じゃないからさ、許せないみたいな感じ。そんなことないんだよ。ね、ないんだけどさ。でちゃんと勝つじゃん。うん、すごかった。本当になんかドラマ超えてるっつうかすごいよね、あの人はね。うっせえお前がいいんじゃねえ。はい、ということでですね、おっぱい触りながら、はい、何おっぱい触りながら、ということでね、こちらの方もエンジンがかかってきたところで、早速このコーナーに行きましょう。モッチさんお願いいたします。元祖教えて猫ひろしマラソン名誉教授。どうも、私があの名誉教授の猫ひろしです。よろしくお願いいたします。モンスター、今の芸人界でモンスターがここに、うん、あ、もちろんだから言ってんじゃないよ、あんたは。はい、ということでね、はいはい、まあ、いろいろ僕はあのゲストランナーで走らせてもらうんですけども、うん、今回ね、つい昨日告知が開始されました。どうですか。で来たら5月10日金曜日、もう明後日ですよ、10時から、マラソン大会の書かなくていいよ。振りがすごいですね。いや、これこれこれちゃんと記者だ、これ B1 記者みたいに、ベンさん、いや、どうもベンさん、頼むよ、やる気、はい、ベンキということでですね、5月10日金曜日から申し込みが始まる大人気大会、昨年に引き続き、うん、2年連続でゲストペーサーをやらせていただくことになりました、金沢マラソン2024の話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。そう、あのね、金沢マラソンで言ったら、うん、もうあの 大都市マラソン大会の一つで大人気なんですけど、ほうほう、まあ、まずね、ゲスト、うん、ちゃんとゲストがまずすごいですよ、うん、金メダリストのマラソン、野口みずきさん、おそして福士加代子さんがまず公表されてるので、この2名がもうゲスト決定、うんうん、で僕はゲストペーサーって言って、実際にフルマラソン走ります。はあ、ペーサーですから、去年は4時間のペーサーやったんですけど、そのペーサーがまた豪華の僕でしょ、うん、それから西田貴之さん、ほう、世界陸上に出てた、さん、あと、吉田香織さん、お、なんかもうすごい名前。そうで、 あとはですね、今日は小畑さんとか、とにかく世界陸上に出てる方、市川真由美さんとかね、たくさん、元日本代表の方ばっかしが、はあ、だから代表の方しかいないんです、そのペーサーやられる人は、そのゲストペーサーはね。で、あの普通一般の方もペーサーやってくれるんですけども、うんうんうん、だからペーサーから盛り上げる、
うん、でゴールのとこスタートところのところには、あと応援各所で野口さんとか福士さんが応援してくれるっていいね、すごいですね。そうでこのマラソン大会やっぱりね、あの金沢って言ったらやっぱり和菓子も美味しいですから、給水に和菓子がどんどんもう出し惜しみなく置いてあってあとやっぱ金沢って言ったらね、うん、B 級グルメ何か分かりますか。金沢なんだ、金沢なんだろう。ヒント松井です。松井ひろきです。え松井は石川県にいましたでしょ。ハセです。ハセもいるの。石川そう松井さんから持ってきたカレー屋さんがあるんです。あ、はい、分かった。あ、うん、これも言っちゃいますよ、はい、俺も大好きだ。ゴーゴーカレーズ。そうです、ゴーゴー、そうでしょ。あ、ゴーゴーカレーとか、もう言っちゃった。そう、金沢の、ね、金沢カレーが、給水に置かれてるんですマジ。しかも一番疲れてる35キロ。結構あれこってる。しかもカツ入り。いやいや、いいよ、なんかメジャーとかあるけど、重いですね。重いです。僕ね、こう食べれない人もいます。でも大体もうみんな疲れてる人は食べます。で、選手がぐったりしてるところで一番、テンション高いのがゴーゴーカレーの社長、現地に。走ってないからテンション高い。いやいやいや、宣伝もできるし、まあ提供してくれてるからね。あ、まあ、ね、そうなんですけども、そういう楽しさもいっぱいありますし、はい、あと街並みが綺麗です。僕は本当金沢大好きなんで、うんうん、こう高い建物がないんですよ。なんか城下町っていうか、ね、あ、はい、そう金沢城、まあ、そう、金沢城はもう今ないんじゃない。ないか。そう、でも兼六園だったっけ、うん、そうとか、ね、兼六園もう有名だ。もうありますと、すぐ近く走りまして、あと市場の近くとか走りますし、で終わったら回転寿司がまずうまいですから、あと日本酒も美味しいし、あ、金沢はあるわな。そうなんかね、小京都っていうんですかね、金沢っていうのは、うん、はい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 、そう、そう、街並みがですよね。そう、うん、高い建物がないことって、ね、そうでね、あとスピードも出やすいし、うん、ほうほう、で大人気のマラソン大会なん で、うん、抽選が5月10日から6月20日までなんで、ね、はいはい、ぜひ ね、今から休み取ってご応募ください、うん、ということで、でね、あのね、この間ほら石川県って言ったらさ、うん、やっぱり地震があったじゃないですか。まあそれで今年大変だしね。そうですけども、でもちゃんとそこも、うん、震災のその救済、その能登の方たちも、うん、走れる枠とかもきちっと取ってあって、まあ、元気になってもらうね。そうそう、届け台もあるし、うん、やっぱりスポーツで、ね、元気をではないですけども、うん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 、そういうきちっとそういう枠もありますし、ほうほう、本当に素晴らしい大会。そう、確かにね。そうで、猫ひろしがいたら、うん、まあ、金沢といえば長谷ひろしですよ。ダブルひろし。ダブル、あ、そうか、ごめん。そう、去年ね、うん、一緒に走ってますから。あ、マジ、まあ、まあ、長谷さん最近ちょっとね、失言多いですけども、ぜひともね、元気です。すごい優しい人で、うん、僕も、こう、なんだろう、一緒に、長谷さん走りますから、一緒に。元気だね、少しね。そうですよ。うん。オリンピアンなもの。そう、オリンピアン、そうそう、レスリングのね。レスリング、そう、知ってる、長谷さんが、うん、オリンピックも出場して、その後こうプロレスに入るって、入りました、入りました。スカウトが来たの。ほう。誰が来たと思いますよ。これちょうど俺、やばい、プロレスマニアの。学校だか会社だか忘れたけど、そこに来たの、現地に。現地に、俺、ちょっと待って、2つ分かってんだけど、はい、松並さんか長州さん。違います。誰だっけ、最初にまず猪木さんが来たんです。猪木さんだっけ。そう。はしゃん。で、その猪木さんが書いた10分後かなんかに馬場さんが来たんですって、でかい声が。ああ、それ来た。猪木、馬場、そうだ、漁師が、だからそのぐらい、長谷さんっていうのはプロレス界の宝だった。そうだよね、そうだそうだ。やばい、プロレスマニア。これ現地の人からこれは実は聞いてるんです。これでそこもちゃんと時間を被らないようにしたっていうのも、そこはやっぱりだから言ってもライバルだけど、そこはお互い多分、ね、新日と前日で話し合って時間は被らないようにっていうふうにしてたらしいですよ。BI4 はちゃんとやってるんでね。そうそうそう。あ、そういい話でしょ。いい話。そういうことも現地の人に聞けますから、ぜひね、金沢マラソン2024、お、皆さん一緒に走りましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとね、ありがたい、今こうチャットの方も来てるんでね、郷山田さんからね、リンゴジュースありがとうございます。ありがとうございます、はい、本日ね、モッチーさんにも渡りました。はい、ありがとうございます、いただきます。先週木村君に渡りました。嬉しい。一回渡します。ねえね、長谷さんめっちゃ礼儀正しいですよね。あ、そうですね。それから、プロ入り前から政治家ですねって書いてありますね。長谷さんかな、うん、吉江さんは35キロ地点にカレーあれば走るのを途中でやめて全部食べきりますよねって来てますね。うまいですね、キャベツおかわり自由、ね、まあ、吉江さん走らないですけどね。走らないです。金沢の美味しいお酒を飲むときはチェイサーが大事です。あ、割り酔いしちゃうのかな。濃いんですかね。まあ、濃いですよね。あ、で、うんうん、野口みずきさんがお酒大好きなんですよ、うん、
強い。で、やっぱりあのやっぱ金メダル取る人だから、こう肝臓がやっぱりすごいんですよね。強いね。あ、吉田さんもすごいメンバーも。いやでも野口さんがちょっとね、勝たない。異常なほど。すごかったけど、昨年ご一緒させてもらったんですけど。いい声ね。35で辞めるって話もありますねって。あ、井上尚弥選手ね。で勝ったまま辞めたいって言ったよね。うん、楽しみで。バンダム級はトーナメントしてほしいですね。統一王者に天心が戦うとかね、ああいいですね、うん、夢あるよね、ボクシングいい、ねうん、井上尚弥、さすがですか、1ラウンド焦りました、うん、K1 から行った武井選手もチャンピオンになりましたよね、武井は K1 ボクシングとも世界チャンピオン、これからが多分、うんうんうん、そうだよね、だから天心より先に行ってるってことだからね、武井さん、そうだね、もう出てそうそう。藤本さんこんばんにゃーああで、メガボーズさんからモッチさんご自愛してくださいねありがとうございます、はいはい、ゴーヤマさん自分のゴールデンウィークは宮城にあるキツネ村に行きました。キツネ村だって吉田さん、あこーんなんすかねこれ、はい、チャクラフさんこんばんにゃー、ゆたろうチャンネルさんこんばんにゃー、藤沢健太郎さん、猫ひろしさんこんばんは、猫ひろしさんの左の人面白い人ですねって来ておりますよこっちかな、どうもさんこんばんにゃー、ゴーヤマさんこれはもうスタンバイ OK です、ありがとうございます。たくさん来てますね。さあそれではですね、我々にエンジンがまたかかったところで、はい、本番の放送内容でメールテーマを、はい、お手手を怪我したモチさんお願いいたします。お大事に。はい、今晩の気まらんは猫&ベンザでお送りいたします。そうです、ベンさん。はい、もちろん。どうもどうも。皆さんからの、聞いてるか皆さんからのメッセージも紹介させていただきますのでお願いします。はい、それでは今晩のメールテーマです。うん、一昨日まで大型連休で海外に行った方も多くいました。はい、しかし今はかなりの円安、物価高ということもあり、節約、節制を強いられた旅行客が多かったとのことです。隣の客はよく柿食うがれた状態ですね、はいはい、そして国内では今月も食品が値上げしていて、うん、コーヒー、オリーブオイルをはじめおよそ420品目が値上げをしています。ひえーということで今晩のメールテーマです。チョコレートも高くなるよあなたがこれ以上値上げしないでほしいもの第1位は何か、豊洲の子猫に教えてください。これ以上値上げしないでほしいもの第1位は何か、豊洲の子猫に教えてくださいです。逆にね、これ以上値上げしてほしいものね、ありますよ。一つなんすか、チェイスランピンさんから200円入りました、はい、もランピンちゃんもっとね、投げ銭はね、値上げもお願いします。こちらね、今でもいいんですけど値上げも OK ですからね、ということで吉田さん一発ギャグを。ああそうか、じゃ あこちら、あ、メガスね、はい、じゃあ参りました、妖怪男爵と言われた AWA で活躍したバロンホンラシクの顔。ああ、Hello, for us. I'm AW champion. 妖怪男爵。メガネは顔の一部です。だらね。東京。あれ見えない。メガネ。どうもありがとうございました。連携プレスね。ゲッツ。ゲス、おすごい、おすごい、チェイスランピンさんからマザー1000円入りました。マザー、早い、反応が早い吉田さん、はい、800円値上がりましたから、これはやばいですね。値上がりガグやりましょうよ。値上がりいきましょうか、うん、じゃあいきましょうか、うん、I have Fritz von Erich Oh my godおう、このアイアンクロー決めるべきか、おう、決めないべきか、おう、アイアンクノーフォー。吉田さん、あの鼻毛が値上がりしました。鼻毛急に鼻毛が値上がりしましたから。鼻毛出ました。鼻毛、すみません、ちょっと鼻毛。鼻毛出てます。やばい。びっくりしました。これ鼻毛、鼻毛出てます。あれ、ちょっと待って。鼻毛です。あ、すみません。ひどいです。今のはちょっとひどい。鼻毛ぐらいですね。鼻毛一緒じゃないかって言ってた、ね、一緒、誰ですか、廊下で見えないんで、あ、さっちゃんすいません、いや廊下で見えない、すいません、今字がね、今日見えないんです、あんまりね、いいですか、ね、あ、噂を信じちゃいけないよ、聞いたか、井上小僧、よしよし
よし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 、あの、人が滑ったらそれ言うのやめてください。いや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 、やめてくださいね。共同作業とは仲間ですからね。仲間そう。だから声優、お互いこうなんか足を掛け合う感じになってますよね。足掛け合う。良くない。僕もそういう体勢は良くないけど。仲間。仲間。クチェリーさん。助け合って。助け合いやめよ。コンビ。コンビだから。そう。はい、レコアンドメイクから。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、視聴者が減りましたけど。やばい。マジで見えない。やべえ。次はどうしようぜ。おお、次はどう。いいね。ということでね、これ以上値上げしてほしくないものね。はい。もう僕はこれですよ。なんすか。iPhone。ああ。もうてかね、iPhone の、はい、もうどんどん高くなって、僕はもう諦めました。はい、あの古いのもう使ってます。うん、もう5年ぐらい使ってます。まだ11ですから。私 10S です。いやいや、もう変えられないですよね、高すぎて。いや、もう訳わかんないよ、本当に。高くて買えない、ね、高すぎる。今なんか分割で払いますけどね、はい、でも高い。でもだ十分これでもまだ使えるから。そうなんですよ、はい、充電がね、はい、あ、そうそうですね、そこだけちょっと嫌ですよね。そう嫌だね、うん、値上がり。あとはやっぱ僕はまあランナーですから、厚底シューズとかね。ああもう今だってあれ、レビューとかあるけど、だいたい3万円だったんですけど今4万円になりましたから。これほんと iPhone と変わんなくなりますよ。もうやめてほしい、うん、あとは、海外に行く渡航費、燃料チャージっていうのがかかって、今もうカンボジアに行くのもう単純に倍かかりますから、今まで5万円でホテルあったのに、今10万円ですから、往復で。ちょっとね、ほんと高すぎる。6桁はきついな。やばいっすね、価格が高すぎる。高すぎる、ほんと高い。猫ひろしの身長は低すぎる。お声いいっすね、今もやな。CM ありましたね、なんかあった、なんかあったね。ヨネクラ涼子さん、ね、あー、ヨネクラさん長いかな、なんかありますよ、吉井さん。じゃあ、常倉涼子は、うん、常倉涼子、おー、どうしようかな。あ、これね、常倉はですね、いますけど、まあ、上京してきてね、僕風呂なしアパートに住んだんですけども、はい、まあ、たまに銭湯にも行きたくなります。あ、銭湯が ね、これがね、たそれ思った思ったよ、銭湯ね。俺、ほんと言うと上京するとき、風呂ない方、ん、何、銭湯が安いと思ったら、はい、全然400円ぐらい。銭湯の方が高いよ。高いんか。あ、高くないか。あの、だから上京した時やっぱ群馬から、うん、東京の事情分かんなかったから、今銭湯500円以上するんですよ。520円。そう、これ結構、まあ、気持ちいいんですよ、確かいいんだけど、うん、これまた前考え、2日で1000円じゃうことでしょ。お前が気持ちよくなんねよ。いいじゃないの、気持ちよくなりたいんですよ。気持ちいいのよ。いい言うだな、いい意味だな。はい、もっと努力しなさい。努力に勝る才能なし人生ですよね。はい、まあ、前途。あとはまあちっちゃい、まあ、昭和の人間なんで、はい、ジャンプって高くなったなと、うん、漫画。昔170円ぐらいだったんですよ、うん、俺なんかの時代。トースポだってそうです。トースポ、トースポ、うん、なんで250円。まあいいんだけど。今250円ですの、競馬のやつ。金曜土曜が競馬特別版で250円なんです。倍じゃん。そうですよ。前120円だった。そうですよ。だからまあ競馬情報はいいんですよ。だから競馬より情報いいんだけど、やっぱり120円、150円であってほしいですね、トースポさんは。250円はちょっと。うまい棒を見習えっていう話。うまい棒は偉いね。そうだよ。偉いね、本当に偉い、本当にうまい。うまいって言ってんだから。うまい棒値上げしないんだから、ね。俺昔本当にドラえもんと区別つかなかった。あとオレンジジュースいい加減にしなさいよ。前までね、オーケーストア行ったって100円だったんですよ、あの大きいやつとか、はい、今倍しますから、194円。高い。高い。ただこれ裏技があって、あのね、やっぱ僕みたいにね、あのビタミン取りたい人は、あのオレンジジュース高いけど 100% 高いけど、グレープフルーツジュースでも取れますから。150円、うん、あ、安いんですね。教授、ご教授が知恵、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 いいね。高い。あとこれはどうですか、これカップ麺も高くなりませんでした、最近カップ麺。あ、食べてないから分かんねえな。あ、そっか、高いんだ。なんか高くなってる。なんかや、あのスーパーとか、まだから、だから単純に弁当とかね。弁当も、だって今までさ、ランチとか俺まだ俺がさ、東京来た時はさ、いやいや、急に言うの、急に名前東京暮らし、銀杏ボーイズなんだけど、いや、銀杏ボーイズ、あ、俺がまあ東京来た時、赤坂の弁当屋入ったとした時、近所の心臓っていうあの食べ物屋さん、ランチ500円だったよ。あ、そう、村井くん、村井くん今ないですよね、500円ないですよね。あ、でも弁当屋で、あの事務所が渋谷にあるんですよ。はいはい、あ、そうですね。あそこら辺、こうオフィス街だから、
結構お弁当だけ安いんですよ、価格競争して。あ、そうなんですか。一番安いところ、はい、奥さん見つけました。おどこですか。あの中華屋さん、はい、中国人がやってる、はいはいはい、600円ぐらいで買えます。あ、いいですね。ぎゅうぎゅうに入れてくれて、いいな、すごいな。500円から600円、それありがたいですね。ただ油っぽいです。あ、中華だから。斜めにするとすぐつゆ垂れます。ホイコーローのつゆが。だけど、ね、こうなんていうんですかね、現場飯みたいな感じでお腹いっぱいになりますから。確かにね、蓋がよく閉まんねんだ、あれ。そういうのまだあります。価格競争してるところはね、うん、安い、まだ確かにギリギリ。まだ浅草東洋館のほら横のね、名前弁当屋さんなんだっけ、あそこまで安いんだっけ。250円ぐらい、250円ぐらい。そんな安い。安い、安い、安い。250円。だけどお味噌汁たまにわかめがね、あのさ、なんか 1ミリぐらいの1枚入ってるぐらいの。ああ、でもそこはね、安いから。安いから、許す、許す。でも安いよね、安い、安い、東洋館のところ。安い、安い。そう、弁当はだってこう敷き詰められてるもんね。そうそうそう。あの、ビッコおにぎりなんですよ、こんなでかい。へぇー。そう、てか、あの、ランビンさんがね、まあ、持ってきてくれたけど、うん、すごかった。美味しいよ。まあ、ほどほどいい、ほどほどいいっていうか、まあ、まあ、美味しい、美味しい、美味しい。ああ、結構来ておりますね。カズケさん、通常は160円だけど、木場にある新聞配達店に、あれ自販機だと100円で買えるだって。え、新聞が。へぇ、新聞買ってんの。しかし、雨の被害はいつも売り切れてます。あ、そうなんだ。いや、初めて聞いた。大山さん、これ以上値上げ勘弁なものは正直ガソリンです、うん、あー、確かにね。あ、乗る人はね、リッター200円いったらどうでも考えますよ。不景気になると戦争になるとかならないとか、うん、から今で値上げは終わってほしいですよ。確かにそれはあるね、石油ね、うん、確かにね、戦争そうあるよね、嫌ですね。ガソリン高いですよね。サントさん、銭湯は大変です。そうね、家の近所も潰れてしまいました。そうか、うん、確かに銭湯業界も大変ですね。ゆうたろチャンネルさんもやっぱりガソリン持ってよ、安くしてほしいって。ああ、和清さんから電車の運賃ね。昨日のジョーさんから来てますもん。あ、ナイキの厚底シューズ、そうだ、4万円するからね、今。サントさん、ラジオの向こうよりもちみょんさんを笑わせれば勝ちですよ。笑いました今日。やったー、うまさい。ということでね、いいすね、あなたがこれ以上値上げしてほしくないもの第1位を何か教えてくださいです。よろしくお願いします。まあ、チェリーさんだったらくるみとかでも言うと思う。商売用具、あ、猫さんもあるじゃない、あれが、あのパンツの大変だ。そうだよ、そうだ、一番じゃない、ね、今思い出した。テーブル叩いちゃったけど、はい、僕は、ね、あの必ずアンコールで、あのパンツをね、お客さんの頭にかぶせるっていうね、はい、こう殿下の宝刀があるんですよ。殿下の宝刀、殿下の宝刀すぎて、フィニッシュムーブ。以前ね、トリオだったチェリーさんと吉江さんが在籍するラジークイーンっていうね、プロゴートリオがいたんですよ。いや俺の前で僕のそのパンツネタパクっちゃう。はいはいはい、そうです。そのぐらい殿下の宝刀なんですけど、吉江さんなんか未だにやりますからね。そうなんですか。そうで、それはね、あの100円ショップで5枚1組だったんです。はいはいはい。ただ今このね、物価高騰で、そう、ね、まさかのパンツが、うん、あの100円ダイソーで4枚、うん、あ、そう、そっちパターンですか、減るパターン、減るパターンね。でお店によっては3枚で100円とかになりますよ。もうその時は僕も素直に3枚しか配んなくなった。100円分なんだ。ネタの影響は出てるね、これ。もろにね、そういうところでね、高騰はね、そうそう、ちょっと円安の影響が出るとは思わなかった。これはやばい。そういうのがね、ありましたら、ね、お笑いに、ぜひともね、我々に教えてください。どっちがいいですか、その個数が減るのと値上がるのって。なんかパンとかもあるじゃないですか、4個入りが3個入りになってとか。カントリーマームとかもすごいちっちゃくなっちゃったんですよ、最近。あれ、ふざけんなって感じですよね。あれ悲しいから、だったら私値上がりの方がいいかなって。あれ、これ都市伝説なんですけど、ね、キャラメル、はい、キャラメル知ってます？知ってるよ、ね、あれ、お前、この流れで、まあ、俺昭和初期の人じゃねえんだよ。あれ、キャラメル知ってる。自分のチョコレートじゃないよ。あ、そうか、すいません、すいません、意外に知らないよ。あ、すいません、キャラメル知ってます。知ってるよ。知ってっか。僕、吉江さんより若いよ。ちょっとすいません、今やっちまっ、やっちまったなぁ。キャラメルの晴れ、あ、これは知らないと思う。キャラメルの、あの線、線、ああ、あれの深さによって、ほら、あれで値上げとか調整してるってことだ。削ってる、そう、あれ、都市伝説かな、知らないですか。あんなちょっとで変わる。だから、あれ、だから深さで削るわけじゃないですか。それによって量が減らすって、それが、で、だから、その金額を
ちゃんと維持してるっていう。すごい、そうなんだ。これ本当の多分多分バカ。いやいやこれお前、お前これからの情報。ということでモッチーさんよろしくお願いいたします、はい、皆さんもどしどし送ってください、はい、お願いします、はい、この番組のスポンサーは山内クリニックさん、小スポンサーは土橋商店さん、刀剣さんでお送りしています。はい、その山内クリニックのですね、代表の山内さんと先週カンボジアフェスティバル一緒にいて、おその後に一緒に焼肉をご馳走になりました。猫はひろしです。そんなお店、山内クリニックさんは生活習慣病の診断治療に力を入れているんですよね、モッチーさん。はい、そうです。山内クリニックさんは生活習慣病といわれる高血圧、糖尿病、脂質異常症から来る脳卒中、心筋梗塞の診断治療に特に力を入れていて、早期発見に力を入れています。そうなんです。また日曜日も診療や相談ができるので、平日お仕事で行けない方も見てもらいます。先生忙しそうだった、うん、そして専門外来が豊富で、男性更年期、男性系脱毛、いびき及び睡眠時無呼吸症候群、うん、女性の薄毛脱毛の治療も行っています。はい、もちろん内科小児科も診療していますので、お子さんともども健康に心配のある方、お気軽にご連絡ください。はい、ただいま山内クリニックさんの LINE から夏の紫外線対策およびシミの原因、治療についてのコラムがご覧いただけま す, です。少しでも気になる方、ご LINE ご希望の方は山内クリニックさんのサイトからウェブ予約、または LINE 登録からでもできますので、よろしくお願いいたします。はい、そして土屋商店さんは、僕と共同開発で作ったラニアソックスの販売元でも ございます、気になる方は、土屋商店さんのサイト激安 .com を検索してくださいね。はい、そして刀剣さんは神奈川県相模原市にある土木工事業、トビ土木工事業、鋼構造物工事業の建設会社さんです。ぜひググってみてください。はい、いいということで、はい、じゃあちょっとあのメールの方来てますので、はい、来てます、読んでいきましょうか。はい、はい、まずはスケベ坊主さんからです。スケベこの野郎。豊洲オールスターの皆さん、こんばんにゃ。どうも。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？楽しかったです。私は前半に宇都宮餃子を食べまくってパワーアップしたつもりが、ライブ疲れが出たのか、それとも寒暖差にやられたのか、風邪をひいてダラダラ過ごしました。ただの年だと思います。今日のメールテーマですが、はい、私が一番値上げしてほしくないものはガソリンです。あー、やっぱね、田舎暮らしは毎日車を使うので、うん、今のガソリンの高騰は本当に痛いです。それはあるよね、ガソリン大変高い。車乗らないでしょ。あ、昔乗ったっけ。乗ったっけ。昔の話です。今から今いつやるか。お、今でしょ。切り悪いね。今切り悪かった。今乗っちゃった。妻乗っちゃった。はい、よし。メールがまだまだたくさん来ております。どうも。はい、はい、アサミンフォトランナーさんからです。はい、こんばんは。こんばんは。これ以上値上げしてしないでほしいもの第1位は野菜です。あー、やっぱね、毎日料理に使うお野菜たち、値上げしないでほしいです。ブロッコリーとか高いよ今。最近、キャベツが少しだけ高くなってきましたということです。あ、そう、あのね、ほんとね、ちょっと野菜とかどん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 ほんと高くなってるからね。やばいね。ブロッコリーは旬を逃すと高いですね。そう、あ、そう、あと、最近自販機、うん、何あれ。あ、自販機、そう、めっちゃ高くなってますね。高いです。高い前、はい、だって前までさ、100円でジュース買ってたじゃん、うん、そうなんですよ。現金主義の現金主義ね。そう、あのなんていうの、スイカとか使えない自販機は100円で買えてたじゃん。買えたか。今もうなんか 100円からって書いてあるのに、カラーのカラーそう、あれうまい。ちょっと昔100円均一の自動販売機とかいっぱいありました。ありました。大阪とかまだ100円以下のやつあんのかな。あれミックスジューチューのやつ、ジューチュー、ジューチュー、あっ、時々ありましたよね、そういう80円とか。あれ、あと見たことない銘柄ありますね。あります。あの缶コーヒーの知ってます？あの缶コーヒー出してるけど、缶コーヒー知ってるよ。知ってますけど、缶コーヒーも知ってますし、キャラメルも知ってますよ。いや、すいません。あのね、私缶コーヒーいっぱい飲むんですけど。戦争も知ってますよ。知ってますか。戦争、いやいや、あのね、あの100均で2つで100円ってちっちゃいサイズですね。あります、知ってます。今あるんですけど、それが自販機で100円として売ってる悲しい時なんですよ。悲しい時、悲しい時、そう、100均で2つで売ってるのが1個で売ってる時ってね。悲しい時、悲しい時、悲しい時。いつもここからの人が久々にこう見たらちょっと老けちゃった時に。悲しいな。そう、おしゃれなんだよ。おしゃれ、そう、あのね、かっこいいイケメンだったんだけど。そうそう、あら、高騰やべえでべ、本当に。あと観光地の自販機高すぎません？高い。やばいですよね。あ、やばい。ディズニーとかちょっとふざけた値段だったんですよ。そう。なんだべな。あ、そうか。ほら、この間ボクシング行った時に、はいはいはい、中で買おうと思ったら、はい、高いですね。あっちゃ、はい、350円ぐらいすんの。350円。バカ野郎、お前。ねえ。ビール900円そう、1000円でしょ、どんどん。
お茶350円ってねえ、あれ持ち込みだ、富士山かって持ち込めないんでしたっけ、止められるんですか、持ち込みダメだっけ、あ、缶はダメ、缶ダメか、じゃあ絶対買ってった方がいいですね、そういや絶対買ってた方がいい、本当に、うん、あれ昨日売り越されました、だけどね、買っていく人もね、気をつけてください、え、なんすか、僕ね、気持ちよくボクシング見てたら、後ろの席の人大体みんなこう大人だからお酒飲みながら見るんですよ、飲むね、うんうん、パックの鬼殺しが何ですか、俺たちの肩にやだ落としちゃって足元ビチャーやだベタベタ、あれあるあるで、本当に鬼殺しじゃなくてお前殺してやろうって思った井上の前だったらなんか殴ってます、まあ、井上さん一緒に殴らないって姿勢かって言ったら、いやあそこ段になってるからやばいね、こぼすとね、練りにしてやろうかと、練りにしてやろうかと、はい、続いてはタキオンさんからです、はい、皆さんこんばんは、タキオンです、はい、メールテーマですが、食材やガソリンなどあげたらキリがないんですけれども、あ、うん、げるなら映画鑑賞料金、愛用していた株主優待があったのですが、うん、上場廃止になり優待もなくなりました、うん、今では1回の鑑賞料金が2000円、ね、うん、割引鑑賞料金に特に敏感になっている今日この頃です、では、うん、今夜も放送を楽しみにしていま す、よくね、三浦淳さんがさ、ほら映画大好きじゃん、あ、はい、三浦さんはよくさ、金券ショップ行くんだよね、うん、あ、そうそうそう、先に買うんです、ね、旅行とか全部そうだね、有名な話だよね、あ、そうか、そうで、誰も見ない映画 を必ず見に行くって言ってすごい、そう、映画館ね、新宿の映画館行ったら三浦さんと、うん、新宿タイガーだっけ、新聞配達のあのおじさんいるじゃん、あ、います、あの人と三浦さんも2人だけだったんです、すごい、前後でさあ、あの人映画見るとき髪外すらしいんだよね、そうそう、でこう外したら三浦さん後ろにいるから、うん、ずっと目が仮面ライダーの脱いだやつ目がぶつかってすげえ怖かったって、いやいや面白い、ね、視線を感じて言ってたよ、三浦淳さんがもう新宿タイガーさんもご年配でやばいかも、おじいちゃんだからね、うん、はい、はい、続いてゴント55号さん、ゴントさん、はい、皆様ワンワン、猫さん東京ドームにモンスター見に行けてよかったです ね、 よかね、遅れて視聴しても画面越しに思わずガッツポーズが出たくらいなので、ライブはすごかったと思います、本当よ、あれね、やっぱ井上さんは一回見に行かないとと思ってたの、生で、あ、いいね、よかった、ね、吉江さんだって天使の選手とあれ見に行きましたよ、あれは絶対行きました、やっぱそういうね、ちょっと逃してきてるから、うん、井上さんは一回見に行かなきゃ、うん、そう、ラーメンの井上さんじゃないよ、なぜラーメンさん、小池さんです、小池さん、今クエスチョンマーク大丈夫、はい、はい、メールテーマは高くなってほしくないものですが、はい、例えば名古屋から東京へ新幹線で向かうとき、うん、昔も今も1万円前後で変わらないです、うんうんうん、CD も普通に買えばずっと3000円前後です、ね、うんうん、あと私の好きな全国の動物園はどちらも大人1枚で1000円しないくらいです、はい、うん、食べ物は単価が安いから仕方ないのもあります、うん、お笑いライブも比較的良心的な値段で楽しめます、ね、うん、モンスターをリングサイトで見るのに20万円も納得できます、はい、うんうん、逆に私の好きなプロレスは昔に比べクオリティや熱量がどうなっても値段が相対的に上がっているのはなんか微妙に感じます、 そこが集客力に影響している気もしますが、どうですか吉江さん、どうですか吉江さん、はい、わかりましたよ、私も言いそうと思ったんですけども、うん、昔はね、立ち見とか3000円で入れたんです、もう3000円っていうのはもうないですね、もうリングサイドも1万円、あ、え、安いでも1万円ぐらいになってますから、あの確かにどの団体も結構上がってます、すごいね、マジ上がって、だ本当に昔はねマニアの人っては一番安い、だって毎回見に行く人とか必ずいたじゃん、そういました、だからもう後楽園とかね、一番安い席買ってっていうか、まあ後楽園なんかどっから見てもいいですね、一番安くて1万円ぐらいするの、もう多分ね1万円とか7、8000円かもしれないですよ、吉田さん絶対いけねえじゃん、もうやばい、だから生、まあ、本当にあのなんだろう、 YouTube とか見れるかもしれないけど、ジグザグジギーのさ、うん、あの人宮沢さん、宮沢さん、宮沢さんだから毎回見に行ってる、毎回行ってると大変じゃない、だから、うん、あの人はちゃんとあの宮沢さんなんか買ってね行ってる、行ってるし、ね、うん、あと食堂にもレストランの店も行ってるから相当大変かと、今ね本当やばい、ジグザグジギーさんはね、あの言い間違いで、いや、ジグザグバギーかなんかそういうのドキドキバギーみたいな名前にやれたって言ってたよ、そうそうそう、うん、いや本当になっちゃったね、マジで、うん、新日本さんとか本当に、うん、安い席7、8000円とかもしれない、本当にマジで、うん、いやこれ、まあ、確かにレベルもね、あのなんか試合選手もすごいけどね、ルミネーター吉本とかっておいくらぐらいなんですかね、平日が2500円ですね、前売り、まあ、お笑いは頑張ってます ね、 そうですね、東洋太平洋、東洋太平洋1000円だよ、な、夜間さんぞ20組ぐらい見れて、そう、まあし、下ネタ勝っただけどね、そうそうそう、いやだけど1000円、うん、なかなかないですよ、豪華メンバーだね、すごいですね、そう、吉江さんが始まった瞬間に女性客が立って帰ってますよね、いやいやいや、この間も出入り自由、わかりやすい、戻ってこなかったよ、自由でもないか、せめて俺のネタ見てもらいたかった、そうだ、すいません、
減っちゃった、ごめんなさい、すいません。いや高くなったね、はい、チケットやばいですね。ちょっと、うん、チャットの方も見ていきましょう、はい、あ、チャットですね、あとは、はい、はい、サンドさん、後楽園の立ち見だけでも値段守ってほしいですね。そうそう、3000円、懐かしいですよね。そう、和清さん、私も金券ショップでオレンジカードを買って、懐かしい、オレンジカード JR スーカーより安い料金に利用する、株主優待券も買ったりしております。そっか、オレンジカードって今でもあるんだね。オレンジカードだったね、うん、わ、これいいこと聞いた、さすが和美さん、これいっぱいね、いい情報。千葉修さん、あ、千葉、この野郎いやいやいや、嘘です、いつもありがとうございます。見上がって欲しくないもの、飲食店としては原材料費と採用費、採用費、採用費、採用費って時給ってことですか。あー、アルバイトね、戦ってるね。今時給数だって、俺なんか千葉のもね、うん、あの市原と茂原の県、あ、市境だ、働いてたのね、うん、漢方荒子の里っていうね、うん、憲法みたいな名前したなんかそういう、俺650円で働いてたんだよ。650円、昭和何年、昭和じゃねえよ、平成廃線か、平成廃線か、平成一桁、平成一桁か、すごいよ、650円って。そうだよ、そう、まだゴールデンボーイが現役の時だよ、あのボクシングのゴールデンボーイやったっけ、あれだよ、あのゴールデンボーイ、あの名前忘れちゃったけどさ、出てくる、あのほら、だからあの金メダル取ってボクシングに行ってさ、パッキョに負けちゃったけど、いたじゃん、なんだっけ、すっげえ元気長かったんだ、それが、うん、初めてメダル取った時、そのあれ見てたんだから、でっかいテレビで、ほうほうほう、そう、それ、漢方650円で頑張って680円上がって今だってもう1000円とかで安くても、1200円とか、最低賃金がもうだって1100円ぐらいですもんね、今600円はすごい、3分の2で働いてたんだから、随分近かった、一生懸命働いてたよ。そうだね。は、100円ローソンがこぞって110円からになってるのは切ない。そうだ、名前が変わってるから。そう、あとさ、100円ショップって言いながらさ、あれ、なんか150円とかの商品売ってるじゃん。あれダメだよ。300円とかもありますよね。もう大体そうっすよ。なんちょっといいもの売ろうとしてんだよ。300、500もあります。いいんだよ、100円で。そうそう、そこが100円じゃん、500だよお前ということでね、もう時間切れてしまいましたけど、あ、すいません、早いなもん、はい、今日ね、ちょっと駆け足でお送りいたしまして、今日よかった、いっぱいね、本当にメッセージありがとうございます、ね、それでは来週のメールテーマはもちさんお願いします、はい、来週のメールテーマ、あなたがこれだと喋り倒せるほど話ができるテーマは何か教えてくださいです。喋り倒せるほど話ができるテーマは何か教えてくださいです。出ちゃいますか、もちさん、ドラマトーク出ちゃいます。来週ね、シェリーさんがね、来ますから、吉江さんはお休みですからね、ドラマトークしちゃいましょう、喋りましょう、はい、ということでね、元気があればにゃんでもできる、来た、便器があれば何回も便座できる関係ないわ、すいません便器はしませんけど、お金が高、税金が高くなっても何でもできる、よっしゃ、それではいくぞ、 1,2,3 にゃー、ありがとうございましたまた会いましょう、はい、ありがとうございます